言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。激動の現代社会、その時代の舵を取る企業のトップたちの言霊に触れることで、日本が向かう先、そう、未来が垣間見えるかもしれない。トップの言葉が現実になる。京都府北部に位置する福知山市大江町。自然豊かなこの町に会社を構える創生建設株式会社。設計から施工まで管理する総合建設業、主に公共事業を請け負い、品質と安全を最優先に堅実な仕事を行う企業だ。今日はそのトップの言霊に触れる。受注の、90% 近いのは、公共事業をやらせてもらってますんで。主に公共事業の工事を行っている創生建設株式会社3代目社長林田正義氏に企業の方針を尋ねた。そうですね、今はもうすっごく透明性を持った入札なんで、一概に金額が安ければ落札できるっていうものでもないんで、やっぱりその部分でやっぱ品質の部分を高めていく。一番力を入れたのは品質ですね。やっぱりそれで今年も京都府知事から表彰をいただいたりとか、やっぱそういうことにもつながりますんで、堀森街というところで、この前の災害で、土石流が起こったような、もうすごい土が溜まっているところなんですけど、そこをやった時はすごい大きな砂防ダム、ボリュームのすごいマッシブな砂防ダムを作ったんですけど、それを作ってこの前は京都府知事賞をもらったんで、すごいそれは思い出にありますね。品質を一番大事にすると語る創生建設株式会社の一大プロジェクトには大きな苦労もあったという。雨量を、毎日観測するために、その雨量計っていうこのマスみたいなのを置いて、その確認しながら、そしてまたそのダムっていうのがJR の高架の下を通っての作業になるんですけど、もうすごく狭くて、その間をだけを通って作業するっていうんで、もうその仕事を取った時はもう社員全員その現場に行って、どうやって侵入路をつけていくんだとか、どうやって施工するんだっていうのを社員全員で知恵を振り絞って計画したことをね、今でも思い出します。仕事をやる以上やっぱり利益もなくてはいけないと思うんですけども、やっぱりそれと同等ぐらいに品質ももっともっとより良いものを作っていくことを我が社は心がけていますね。でもね、やっぱりこの業界も結構厳しいんで、やっぱ起業しやすいっていうのもあるんですけど、なかなかでも公共事業でやっぱ大きな仕事を取ろうと思えば、やっぱりその起業してからすごい何十年という時間をかけて上がっていかなきゃいけないので、予算、品質、実績などさまざまなことが求められる公共事業の現場で活躍ができているのは、3代も続く創生建設だからこそできるのだ。そんな創生建設3代目林田社長にトップとは何か尋ねた。社長になるものの一番大事なことは、やっぱり全てのことを見渡すことができる人、僕はそういう人がやっぱトップなんだなっていうことを思いますね。やっぱりその全てのことが見渡せるっていうのは、やっぱり社員のことであったり、会社の経営内容であったり、やっぱりいろいろお世話になっているお客さんに対してとか、やっぱり全てのことに気が配れる人。まだまだ発展をし続ける京都府福知山市で、品質安全第一をモットーに、大江の力、全てを見渡し、今日も林田社長は邁進し続けている。言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から、日本の未来、そして時代が垣間見れたのではないだろうか。